ですね。二つの話を申した方がいいですよ。さあ時刻は3時半を回りました。 FM ギノアをお聞きの皆さんこんにちは、ここからは、とある女子のつぶやきのお時間です。今日はなんかちょっとたどたどしいですね、6月18日金曜日、あっという間に今週も金曜日になりました。ここからお届けするこのとある女子のつぶやきでは、好きなことや好きなものを好きなように話す30分となっております。そして後半45分頃からはその中でも私が大好きなスヌーピーのお話をお届けします。今日も30分どうぞお付き合いください。そしてこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声のネット配信も行っております。ツイキャスはツイッターと連動しております。今もコメントをすでにたくさんいただいております。今日も皆さんありがとうございますといった形で、メールやツイキャスでコメントいただく、メッセージいただくこともできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この番組が、6月で終わって、この時間が終わって深夜枠に移動するんですけれども、今日が残り2回目残り2回になります。今日も取り留めのない話をしていこうと思っておりますので、皆さんぜひお時間ありましたらお付き合いいただければと思います。なので眠たいです。皆さんいかがでしょうか。
金曜日ですけどね、まだまだ長いですね。さあ時刻は3時36分を回っております。とある女子のつぶやき、生放送でお届けしております。今日最初に今日おかけした1曲は久しぶりにバックナンバーだったんですけれども、新曲の怪盗という曲をおかけしました。これは今ドラマの主題歌にもなっている曲なんですよね。最近私ドラマを全然見ないので、この曲も実は今初めて聞いたばっかりだったんですけれども、すごい今回は明るめの、軽快な感じの曲ですね。この前出たエメラルドとかも、かっこいい感じのアップテンポの曲ではあったんですけれども、なんか今回の曲もまたちょっといい感じの歌だなと思いました。ちなみに朝のモーニングエイトでも今日は花束が流れたということで、ちょっとタイミング悪く聞くことはできなかったんですけれども、私も多分バックナンバーの曲で一番好きかもしれないですね、花束は。皆さんお聞きになりましたでしょうか。でさっきなんかちょっとこのバックナンバーのことをいろいろ久しぶりに考えていて、沖縄でライブ今年はしないのかなってちょっと思って調べてみたんですけれども、今のところまだライブの予定はなさそうですね。6月22日、23日に福岡では開催予定っていうことなんですけれども、なかなか沖縄まではねやっぱり来れないのかなと思ったりします。今年フェスも、ね、ちょこちょこ開催しそうみたいな話を先週の放送でしたかと思うんですが、このフェスでもしかしたら出演アーティストとして今後発表されていくのかなと思いつつ、フェスもねどういう形で開催されるかとかにもよりますからね、実際に行けるかどうかもわからないし、今回はもし配信とかをやってくれるのであれば、私は配信でぜひフェス気分を味わいたいなと思っているところです。はい、音楽の話からちょっと入ったんですけれども、ここでツイキャスに来ているコメントちょこちょこ紹介していきたいなと思います。まずナルトラさん、このさっきの3時からの番組牛ラジからのこの番組へのリレーもあと2回だねということで、そうですね、今日と来週で終わりです。あっという間ですね。この話もちょっと後でするんですけれども、カープボーイさん、皆さんこんにちは。今日もジメジメですね。して今日おにぎりの日らしいですよ。さっき森和子さんと前中美由紀さんが言っていた、わら初めて聞いた、そんな日があるなんて。今日 おにぎりの日、なんか理由はあるんですかね。今日は6月18日、語呂合わせではなさそうな感じがしますけれども、私もおにぎり結構好きなんですけれども、コンビニのやつもなんか卵かけご飯のおにぎりがあるっていうのを他の番組で話をしたんですけど、あれが結構おいしくて、その他もちょこちょこ食べたりしますけれども、で最近はおにぎり作って朝車の中で食べたりとかっていう感じで、結構おにぎり率が高いかもしれないです。そして笹国さん、シュプリームさん、シーサーさんもありがとうございます。里坊さん、そしてとあるマナピーのつぶやきさん、ニセカベさん、
皆さんありがとうございます。今日もそしてバッテン熊五郎さんとカフーポンタさんも皆さんこんにちは。さっき私が曲流してる間に今日は眠いなっていう話をしたので、バッテンさんからはあのコーヒーコーヒーって来てますね。コーヒー飲んでちょっと目を覚ました方がいいですかね。もう少し、まあ、頑張れそうじゃなかったらコーヒーを飲みたいと思います。なんか今日すごい外もどんよりした空気で、雰囲気なんだろう、天気がどんよりしてて雲がすごい厚く覆っていて、そこまで空も明るくないしみたいな感じで、なんか雨ザーとか降ってたらまあそれはそれでちょっと憂鬱になったりしますけど、今日はちょっとふわふわした感じですね。まあ、明日からまた土曜日曜とお休みになりますので、皆さんぜひお休みのうちにリフレッシュしてまた月曜日楽しく過ごせるように、あの何か切り替えをしてほしいなと思うんですけれども、今週の日曜日6月20日で解除予定だった緊急事態宣言は沖縄県だけ延長されてしまいまして、7月の11日までらしいですね。で、まあ学校の休校とか、あと今土日には大きいスーパーとかパルコだったりライカムだったりとかの専門店街ってもう閉まってたりするんですけど、それも解除されるということで、少しはちょっと緩和されるのかなっては思いつつ、まあ、それでもやっぱり、ね、自粛の日々は続くと思うので、もやもやする方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひ、まあ、楽しんでいきましょう。でそんな中、あの月曜日迎える時ってなんだろう、あまた1週間始まるのかみたいな、なんかちょっと憂鬱になりがちだと思うんですけど、土日めっちゃ楽しみすぎたらなおさら余計になんか、ああもう明日から仕事嫌だみたいな感じでなると思うんですけど、まあ、そんな気持ちを少しでもあの和らげて楽しんで月曜日を迎えられたらなっていう意味も込めて、7月からは日曜日の夜12時にあの深夜枠でお引越ししてこの番組をお送りしていこうと思っております。なのであの月曜日の朝を迎えるちょっと前、8時間何時間後何時間前くらいかになるんですけれども、まあ、今まで通りこういうスヌーピーのお話もしますし、その他あのいろいろやっていこうと思っておりますので、今まで以上に多分伸び伸びになるかとは思いますが、収録放送ですが、ぜひ7月からのとある女子もよろしくお願いします。MG さんからも深夜枠びっくりマークできてますね。そうなんですよ、深夜枠にお引越しをすることになりました。6月の最初くらいにこの番組でも告知させていただいて、もう早くも6月も今日3週目に入ってしまいましたからね、何も考えていなかったので今日くらいからもお話ししとかなきゃなみたいな思って、さっきいろいろ考えておりました。ちなみにカープボーイさんから、収録には参加できるのツイキャスって来てますが、ツイキャスやるかやらないかもちょっと、なんかどんな感じで収録するかとかも正直全然考えてないんですよね。なので、うん、これは来週までの私の宿題かもしれませんね。皆さん気長にお待ちください。なかなか夜の時間帯にリアルタイムで聞くのは難しいと思うので、リアルタイムじゃなくても後でも聞けるような何かしらを残そうとは思っております。はい、ということで新しい番組への、新しい番組、お引越し後の番組への質問もたくさん来ておりますが、一旦ここでちょっと CM を挟んで後半お決まりのスヌーピーのコーナーに行きたいと思います。
私が今やってるその3時半には実はまた別の番組がお引越ししてくるんですよね。さあ時刻は3時46分を回っております。あっという間に、とある女子のつぶやきも後半に入りました。ここからはスヌーピーのコーナーなんですけれども、その前に先ほどのですね新しい番組の新しい番組って言っちゃいますね、移動した後の番組のお話ちょっとしていきたいと思います。日曜日の24時から30分になります。なので日曜日の夜っていうんですか、日曜日から月曜日に変わる24時になります。収録の時にツイキャスをやるかやらないかはちょっと今検討中です。なのでぜひ皆さん、初回なり何なり聞いてもらって、もしなんかメッセージ送りたいなと思ったら797@fmginoan.com もしくはとある女子の ツイッターとかでもコメントもらえるのかな、どうしましょうかね。そこら辺はちょっとまだゆるーく考えていなかったんですけれども、よろしくお願いします。はい、ということでスヌーピーのコーナーに行きたいと思いますが、武蔵さんからもですね、まなみんさん、リスナーの皆さん、こんにちスヌーピー、生放送お疲れ様です。明日のどうでもラジオスヌーピー特番ですかって来てますが、明日はですねまだスヌーピーの特番はしないんですよ。スヌーピーの特番はいつかやる予定ではありますので、ぜひぜひお楽しみに。そして今週もシュプリームさんから先ほど番組前にですねスヌーピー情報をたくさんメールでいただきました。ご紹介していきたいと思います。とある女子さん、こんにちは。みちことの遭遇です。この時間の放送は残すところあと2回ですね。悲しすぎて8時間しか寝られないし、大好きな白米も2杯しか喉も通らない始末。親知らずが痛み出して生放送が休みになったりしないことを心から願っております。かっこ小春ごめんと書いてありますが、8時間も寝れて白米も2杯食べれたんだったらもう全然大丈夫だと思います。そしてやっぱり話題の親知らずのお話ですね。さてこの数日ピーナッツに関する気になるトピックを貼っておくので、お暇な時にご覧遊ばせ。ちなみにスヌアイチャンネルはグッズのレビューが面白いのでチェケラよ、ほなまたねって来てまして、今回たくさんまたいろいろ情報をメールでもいただいたんですけれども、追伸もありましたね。その中で先週も紹介したかな、ユニクロで今スヌーピーとスヌーピーコラボの T シャツが販売されていまして、スヌーピーコラボのグッズってめっちゃたくさん出てるんですけど、その中でもある T シャツが何種類かはすごい特別価格になっていて、でそれをやっぱりどうしても買いに行きたいなみたいな感じで思って、というのもやっぱりスヌーピーの T シャツ欲しいなっていう純粋な気持ちと、この今後ラジオでというかこの番組でスヌーピーの特番とかスヌーピーの話をするときに、なんか着れるスヌーピーの T シャツもっとあってもいいなってちょっと思って、このユニクロにセールの T シャツを買いに行きたいなと思っているんですよ。思っているっていうことはまだだから買いに行けてないんですけれども、買いに行けない理由というか言い訳として、
やっぱり先ほど言ってた緊急事態宣言が発令されて、今私の家の近くのユニクロ、家から一番近いユニクロが、車でちょっとかかるんですけど、やっぱり平日は夜8時までの営業になるんですね。でなおかつこの土日は今休業している状態なので、平日仕事して終わってから行くにも間に合わない、ギリギリくらいだし、あとお休みの土日に行ってもお店開いてないっていうところで、で一回もうネットで注文しようかなとか思ってオンラインショップとかもいろいろ見たんですけど、結局まだ購入できていないという状態です。そうか、フーポンタさんからもユニクロオンラインでも買えるよ、感染リスクゼロって来てますけれどもね、このオンラインで、まだユニクロオンラインで買ったことないんですよ。どうですかね。でなんかこの、オンラインで買ってお家に届くようにねすることもできれば、あとは受け取りもできますよね。でただこの受け取るってなったら、やっぱ受け取りに行く時間帯がどうしようってなっちゃうんですよ。まあ、だからとりあえず緊急事態宣言明けてからかなと思っていたんですけれども、まあ来週以降だったら大丈夫なのかな、ちょっとっていう感じですね。まあ、ちなみにこのオンラインでもいろいろこのスヌーピーコラボグッズを調べてみたら、またなんか今度秋冬くらいにももうコラボグッズ出るのが決まってるらしく、もうすでにその商品が見えてましたね。で秋冬発売予定みたいな感じで、9月とか11月とかって書いてあって、あまだまだ先なのにもうネットで見ることできるんだと思って、長袖とかが販売されておりましたけれども、そう T シャツもその他にも可愛いのがたくさんあって、でどんどんやっぱり T シャツが増えていくなってちょっとそこも複雑なところではあるんですけれども、ね、家に T シャツばっかりあってもなみたいなまあそれはそれでいいんですかね。ぜひ皆さんもユニクロスヌーピーのコラボ、そしてそれだけじゃなくてもっといろんなものとのコラボもされておりますので、まあ、ぜひぜひ、ね、T シャツ欲しいなとか、なんかちょっと気になるなとか、で私のこのスヌーピーの話聞いて、あスヌーピーのコラボの T シャツってどんなものなんだろうとか、少しでも気になった方がいればぜひぜひ見てほしいなと思います。カープボーイさん、宜野湾のハニースだったっけ、あそこにユニクロあるんじゃない、仕事の帰りでそこから近いような気がするけどって。前まではそこがあったんですけどね、今そこがもうなくなってしまったんですよ。とか FM 宜野湾から一番近いユニクロって前まではこの宜野湾のハニースだったと思うんですけど、今はもうどこになるのかな、どちらになるんでしょう、パルコかな、ね、なかなかエライカムの中ってユニクロありますね。ユニクロパルコが近いのかライカムが近いのか、ライカムの方が近いかもしれないですね。はい、皆さん宜野湾近ここにお住まいの方はお近くのユニクロ、まあ、皆さん全国どこにでもユニクロはありますので、オンラインショップでもいいので調べてみてください。私も、ね、もし T シャツをゲットできたならば、どこかのタイミングで T シャツを着てスヌーピーのお話をするかもしれません。ということで、もうスヌーピーの話をしていたらあっという間にお時間になってしまいました。今日も皆さんご参加いただきましてありがとうございます。アチックショーさんからも来てますね。皆さんありがとうございます。そうそう、シュプリームさんも、店頭でサイズ欠品していたスヌーピーの UT をネット注文していたやつが来たみたいだから取りに行かなって、あ、私よりももう先に注文していたんですね。そっか、その方法で行こうかな。やっぱネットで頼んで、でもサイズもね、サイズ感もわからないですからね、実物みたいのもありますね。はい、
あっという間になんかすごいふわっと終わってしまう感じがしますけれども、来週がこのとある女子のつぶやき最終回となります。7月からは日曜日深夜0時日曜日の夜24時からの収録放送となりますので、まあ、リスンラジオとかでは普通に聞くことができます。ぜひお楽しみください。この後の4時から超インドラジオは今日はお休みとなります。この後も引き続き FM ギノワンお楽しみください。ありがとうございます。 T シャツの花、 T シャツは首回りがだらしないと残念だから試着したいね。そうですよね。そうなんかありますよね。どちらかというと大きめの T シャツを作りたいので、あ、 YouTube やってなかった。ということで、どうでもラジオ、あさってのどうでもラジオはスヌーピーではありません。そして明日はムビンの特番です。皆さんぜひよろしくお願いします。ありますので、皆さんぜひよろしくお願いします。どうしようかな。